霊皇は、守るの第二十九代君主。上皇の子。孔子が栄を訪れた、祭の君主で、論語には、夫人の南子と共に言及される。論語第十五編は、彼の名が、冒頭にあることから、栄霊皇編と呼ばれる。上皇とその目掛けの間に生まれ、他に子がいなかったため、大使となる。上皇九年八月、上皇が皇居したため、 大使の姫元が立って、英君となった。霊孔5年、霊孔は、進むの将校に参照した。霊孔6年秋、霊孔は龍、龍進む、生、宋、露、帝宋、居中塔、節、子、小中の君主たちと平楽宮で会合し、8月に名を、結んだ。霊孔11年夏、総守る、陳。 帝の四カ国で雷による火災が起きた。霊光13年6月、霊光の兄であるが、祭祀によって殺された。この乱を聞いた霊光は、都から市長へ逃れた。この時、生から、高村青が訪れて、霊光に面会し、霊光の護衛を務めた。その後、英で、北口が、祭祀を討って滅ぼし、乱を閉定した。7月、 こうして霊校は都に戻ることができ、この乱に関与した者を中殺した。霊二十九年三月、霊校は、竜、進む、宋、彩、露、鎮、邸、巨、宋、巨、朱、富、古、銅、節、古、小、朱、生の君主たちと、メッシ領で会合し、座へに進行した。霊三十二年秋、生の傾向と邸の健康が勘で目を結び、 守るにも加わるよう催促してきた。霊公はそれに加わろうとしたが、国人たちが許さなかったので、霊公は北宮血を生に送って捕らえさせ、生を守るに侵入させた。これによって霊公は、生の傾向と砂で銘を結んだ。霊三33年夏、進むの長無長いが沢でやいと銘を結ぶため、渡るたくと生何を守るに派遣した。しかし二人は、 開明の席で無礼な振る舞いをし、霊光を恥かしめた。そこで霊光は進むに背くことにした。秋、進むの下永なが聖が、聖の観光と会合して、霊に進行し、守るにも進行してきた。冬、霊光は、霊の健康と、極僕で命を結んだ。霊三34年秋、霊光はご死で、進むと戦っている聖の健康を助けた。 霊光三十五年冬、霊光は、聖、帝と、案じめで会合した。霊光三十八年春、霊光は、聖の傾向と共に、しでやしに駐留した。この年、炉から高級がやってきたので、その放禄を炉と同じようにして待遇したが、やがて意見が合わず、孔子は帰っていった。その後も孔子は守るにやってきた。零光三十九年春、零光は、 公祝犬を憎んでいたので、彼とその仲間たちを放逐した。夏、北宮傑が露へ出奔した。また、進むが、朝歌を包囲したので、霊公は、生の傾向と露の抵抗と共に、県で会合をし、進むの藩士と中公士を救う相談をした。秋、大使のは、霊公の夫人である南子と折り合いが悪く、南子を殺そうとした。は、朝礼の際、 仲間の戯れように殺させようとしたが失敗し、このことが父の霊公に知られ、は、僧に出奔した。霊公40年夏、邸の官たちが僧を攻撃したので、霊公は、聖の傾向と共に、虚に駐留した。霊四41年4月、藩士、中高士の一味である、長機備が簡単で反乱を起こしたため、霊公と西の傾向は、救援に向かい、 ご士官を包囲した。秋、霊校と蔡の傾向は共に進むを攻撃した。霊四十二年、霊校は外遊し、この栄に車を御させた。栄は、霊校の抜手で、地を小南と言った。この時霊校が栄に、そなたを大使にするつもりだと告げたが、栄は断った。その四月に、霊校が公共し、夫人の南子は、 A に大使になるよう進めたが、また断ったため、の子である長が立って、A 君となった。式ではこの時、守の初代君主である公祝のお告げがあったと、記されている。ありがとうございます。